さあ、菊池が2位に入って、神山がこの時点で暫定3位です。トップは暫定、宮川君にファーラス、タイム1分17秒14。そして女子先陣という、残すはあと2組です。第13組、インターネット、ANA、スタート。どうですか？
女子の 100m 水の解説は元オリンピアンで昨シーズン限りで現役を終えてきました辻巻さんです。辻巻さん、はい、女子の 100m 全体を通していかがだったでしょうか。そうですね、高木美帆選手が不安な滑りを見せてくれたんですが、さらに2位に入りました山田理央選手、前半今シーズン前半すごく上手だったかなと思うんですが、ここに来て調子を取り戻してくれましたね。これからの活躍にも期待したいです。さあ、この後今大会が行われてきましたが、次の男子 100m が最終レースというふうになります。大いに期待していいんじゃないですか。はい、男子の 100m はさらにハイレベルな戦いが見れるかなと思います。世界のトップにもだいぶ近づいている種目ですので、皆さんたくさん声援を送ってほしいなと思います。はい、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。そして辻巻さん、男子の 100m の解説よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。皆さんたくさん盛り上げていきましょう。さあ、それでは高木美帆選手にお話を伺います。三冠です、おめでとうございます。ありがとうございました。4つレースに出て3つ頂点に立ちました、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、最終日この 1000m でしっかりと優勝で締めくくることができたことは、嬉しく思っています。ちょっと悔しさもある感じですか。そうですね、昨日の 3000m では、その私の、その課題というか、
いろんなことを改めて顧みる、レースにもなったので、なんていうかそういうのをこう大会という場で、してしまったっていうことは、すごい心残りという部分もあるんですけど、まあ、それをこう糧にしてまず、はい、気持ちを切り替えて、今日のレースで全力で挑めたので、また、次の大会に向かっていきたいなというふうに思っています。1分14秒65というタイムについてはいかがでしょうか。そうですね、ギリギリリンクレコードは更新できたなっていうような気持ちが、正直なところで、世界で勝ち続けるにはこのリンクでも14秒前半で滑れるようにしていきたいなっていうところが強く思っています。まだシーズン続きますけれども、今シーズンどんなレース、どんなシーズンにしたいですか。そうですね、私にとってはここからが本番シーズン本番になってくるなというふうに思っているので、まあ、このいろいろあった2022年をこの場で皆さんと最後、2022年の最後のレースを滑ることができて良かったなと思いますし、また2023年、新たな気持ちで、挑みに行けるなというふうに思っているので、全力で頑張りたいと思います。最後に女子選手を代表してお客さんに、ファンに一言お願いできますでしょうか。はい、そうですね、本当にこの年末の忙しい中、こうやって、観客の皆さんと一緒に大会に挑めるというのは、私たちこのコロナ禍を経験した今、とてもありがたいことで、力が湧いていくことだなというのを、強く感じています。これからもスケート界を盛り上げていけるように、男子ともとも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもまた次回の大会、応援に来てください。ありがとうございました。男子 1000m で競技開始、5分前、競技スタートまであと5分です。